和歌湯とは、カステラ生地で、主に牛皮を包んだ和菓子。あゆ菓子、血あゆ、のぼりあゆ、かつらあゆなどとも呼ばれる。あゆの形を模した和菓子で、岐阜県や京都府の名家として知られている。薄く楕円形に焼いたカステラで牛皮などを包んで、成形し、あゆの顔と尾ひれをイメージした焼き印をつける。同様の和菓子は、 各地で製造されており、京都府や岐阜県のものは中身に牛皮のみを入れるが、関東のものは牛皮と小豆餡が包まれる。原型となったのは、岡山県発祥の調布と呼ばれる和菓子と考えられ、若子自体も調布に含まれる場合もある。発祥地は定かではないが、岐阜県や京都府あるいは愛知県が挙げられることが多い。一説には、京都と東京で修行した。 菓子職人が1908年に岐阜市で創業する際に考案し、岐阜市の他店にも製造方法を伝えることで広まったとされている。かつては6月の鮎漁の解禁に合わせて初夏の時期に売り出されていたが、岐阜県では近年は通年販売されている。夏以外の季節には鮎以外の形状、名称で販売される例もあるが、岐阜県では特に牛肥や生地に味付けをした。 独自の商品も販売されている。2010年には、岐阜市内の和菓子メーカーにより和歌ゆをモチーフとした、ひやゆ丸というゆるキャラが誕生した。AB、人気ブランドの和歌ゆ大集合。味も表情もいろろ。フディ・三越伊勢丹グループ。2020年1月28日閲覧。ABCDE、挨拶周りの相棒、あゆ菓子ルーツは岐阜のソウルフード。 寄付新聞ウェブ、2021年5月25日、閲覧。ABC、和菓子の、和あゆは春から夏にかけてが解禁です。和菓子の心へ、2020年1月28日閲覧。ABC、魚の形の和菓子といえば、和あゆ。発祥はどこあゆかし食べよ、ひろしとは毎日すすめ。子供と暮らす。 2020年1月28日閲覧。A.B. 京都の美味しい調布夏の軽菓子。京都の和菓子 .com。2020年1月28日閲覧。和菓子マニアが教える。和歌あゆおすすめ4000。ツーバイ。2020年1月28日閲覧。ユニークな味を楽しみあゆ菓子食べよう白ギフで19日。 中日新聞2019年5月16日長官岐阜金交版14面、あゆがしメーカーの、ひやゆまる着ぐるみお披露目物産展などに派遣へ、中日新聞2010年3月15日長官岐阜総合15面、ひやゆまるの紹介。2021年5月25日閲覧。ありがとうございます。